回13を無安打無失点2三振に抑え、支配下登録にまた前進した。自分の持ち味を出せた。絶対に支配下登録されて一軍で活躍したい。背番号006が躍動した。7回山崎に対して内角の直球で簡単に追い込むと、3球勝負の内角スライダーで見逃し三振に。内角を効果的に使えたと胸を張った。キャンプは2軍スタートだったが実戦で結果を残し、育成選手ではただ一人那覇キャンプのメンバーに入った。実戦4試合で9回13を2失点とアピールを続けており、関学大準硬式野球部出身の異色右腕を原監督もひたむきさ、ハングリーさ。伊藤昇。